捜査線上に浮上した元交際相手の男の足取りが徐々に明らかになってきました。加藤さんが殺害されたと見られているのは今月20日頃、そして21日午前3時頃、男は東京大田区の自宅近くからレンタカーで静岡伊豆方面へ。男はこちらのホームセンターで作業着やシャベルなどを購入したということです。先週月曜日